ジェームズ・アレン・ホイトは、アメリカ合衆国間補修ボイシ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称はホイッター。学生時代は、MLB ドラフトでどこからも指名されず、2011年にテスト入団した独立リーグである、ノースアメリカンリーグのユマ・スコーピオンズでプロ生活をスタートさせる。 19試合に登板して2勝0敗1セーブ、防御率4.34、50奪三振を記録した。2012年は、ノースアメリカンリーグのエディンバーグロードランナーズ、アメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツ、メキシカンリーグのタバスコキャトルメンでプレーした。2012年11月15日、メキシカンリーグでの投球がスカウトの目に留まり、アトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。 二千十三年は、参加の A 級リンチバーグヒルキャッツと AA 級ミシシッピブレーブスでプレイし、二球団合計で三十九試合に登板して三勝三敗、一セーブ、防御率三9 4 105奪三振を記録した。二千十四年は、AA 級ミシシッピとトリプル A 級グーイネットブレーブスでプレイし、二球団合計で五十二試合に登板して三勝三敗、七セーブ、 防御率3.17、77奪三振を記録した。2015年1月14日にマイク・フォルテネービッチ、リオルイーズ、アンドリュー・サーマンとのトレードでエヴァン・アティスと共にヒューストン・アストローズへ移籍した。この年は参加のトリプル A 級フレズのグリズリーズでプレーし、47試合に登板して0勝1敗9セーブ、防御率3.49。 66奪三振を記録した。2016年は開幕から抑えとしてトリプル永久フレーズのデプレー驚異的なペースで三振を奪ったのが評価され、8月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると、翌3日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。この年はメジャーで22試合に登板して1勝1敗、防御率4.50。 28奪三振を記録した。2018年7月6日に、トミー・デフニアスとのトレードで、クリーブランド・インディアンスへ移籍した。この年インディアンスでの登板はなかった。オフの11月30日に FA となったが、翌日の12月1日にマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。二千十九年は、 開幕から参加のトリブル A 級コロンバスクリッパーズでプレーし40試合に登板して2勝0敗4セーブ防御率3.4348奪三振を記録した9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたオフの12月2日にノンテンダー FA となったが4日に1年契約を結び直した2020年7月28日に DF となった。2020年8月1日に金銭とのトレードでマイアミマーリンズへ移籍した。2021年3月29日に金銭とのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。スライダー5割、速球4割、スプリッター1割くらいの比率で投げる、脱三心率の高い右腕である。 ありがとうございます。